ズニーチャンネルで放送中の某番組のパロディです。撮影現場に潜入しました。いい感じ。カメラ回して。人間と仕事するのはチャレンジだったけど、実際やってみたら作品の完成度が高くてびっくり。撮影は長時間かかった。でもおやつを持ってくるよう訓練された人間がいて元気が出たよ。彼らは後ろ足で歩いて前足でおやつを持ってた。いろいろあったよ。ママを演じた子は人間の俳優たちにキレまくってた。リスや人間とは絶対に一緒に仕事しちゃダメなんだってさ。アクションはスタントなしで全部自分でやったんだ。すごいでしょ。難しかったのはスローモーションかな。見た目より大変だった。番組と共に成長したよ。撮影が始まった頃の俺はとてもちっぽけでおかしくて変なやつだったけど、今の俺を見てごらん。ドッグスパイK9の撮影をスパイしてみました。